話しました。こんにちは、グランビーです。今日はちょっとやばい空手本気できたんで、それを紹介します。でこの空手モンキーは、2世代目ですね。フレームが細くてここに補強が入ってるんで2世代目ですね。今の空手モンキーはフレームがちょっと太くなって、よりトレイル向きのバイクになってます。でこの何がやばいかっていうとですね、もうここです、グリップシフト。でちょっと懐かしい、まんまやったら壊れるんですけど、こんな感じで変速します。そのカチカチしなくていいっていうのと、そのワイヤーがすごいシンプルですね。でこれはこれに合わせて専用のグリップを注文したんですけど、ちょっと長かったんで裏技使って切っちゃいました。あとはこのポールのブレーキですね。で今回はその油圧を使わずに全部ワイヤー引きでやってます。でキャリパーももちろんポール でこれはあのオールブラックのポールです。普段はここはあの紫、オレンジなんですけど、あえてこのブラックにして、あの壊れない仕様にしてます。そうですね、まず色がすごく綺麗ですね。で今回のこれのまあコンセプトは、全部アメリカです。だからスラムのコンポを使ってるし、 WTB のリム、タイヤ、ちょっとホコリがあとサドルも、WTB、 トムソンのシートボスト、でクイックレバーも豪華にポールを使ってます。でハンドルは、レンサルです。あ、重要なのが、クリス・キングのハブ、これもアメリカのポートランドですね。でヘッドパーツもクリス・キングで、このバイクは、今いくらかかったかっていうと、約40万円かかってます。まあ、今その 27.5 がやっぱり主流な中、この29インチ ×2.4 のこのスタイルがまだちょっとこうぐんぐんまた盛り返してきてるんで、まあ山には行かないけど通勤したい、でも山っぽいスタイルが欲しいっていう人はこういうスタイルがいいと思います。実は僕もこの空手モンキー1台持ってました。今はないです。あとはですね、まあ、乗った感じやっぱり29インチなんですごくよく進みます。でタイヤも今グランピーが使ってる、よく使ってる 27.5 の 3.0 のトレイルボスっていうの同じパターンを使ってます。まあ、アスファルト軽くて、山もすごくグリップしてすごいいい自転車です。まあ、いいタイヤになってます。まあ、とにかくすごいんであまり語る場所がないんでこれはまたブログ書いて詳しく語っていこうと思います。でもし空手モンキーの質問とか問い合わせがあったら、あのコメント欄にコメントしてもらえば僕は 120% で返事します。以上です。じゃあチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。